はい、弊社が今力を入れていることが、2020年の10月に殺菌パウダー工場という工場を作りまして、野菜の粉末を大量に作り、かつ殺菌までできるという工場を作りました。でこちらが今まで乾燥野菜というものを作っておったんですけれども、それをより細かく砕いてパウダーにして、いろんな方が使いやすいようなものということで工場を設立させていただきました。あとは冷凍野菜を作れる工場を設立しまして、そちらも今各九州圏内に多く出しているんですけれども、冷凍野菜といったところも力を入れています。はい、弊社はですね、基本的に任せるといったところを経営に置いておりまして、やりたいといったことはやってもらってますし、困った時には相談してという形で、基本的にはもう皆さん従業員がやりたいことを任せて、それに対して経営側がアドバイスをするといったような形で、いう経営方針を取っているような形になっていますので、やりたいことがある方だったりとか、こういうことをしたいみたいな思いがある方にとっては非常にいい環境なのではないかなというふうに思っております。はい、株式会社オフィスの方で品質管理業務の方をしています。具体的にはお客様に安心安全な商品を届けるように、品質管理の検査室で検査を行ったりですとか、商品の汚染の危害がないか製造工程を見直したりですとか、あと工場内の衛生管理等の仕事をしています。職場の雰囲気は皆さんいい商品を作ろうと一生懸命なので、もっとああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないかといった意見が飛び交うような活気のある職場です。仕事のやりがいはやはり自分が製造に関わった商品の方が店頭に並んでいるのを見るととても嬉しいですし、やりがいを感じます。今後の目標に関して、今出ている図が全てを表しているんですけれども、オフィスを中心とした連携コンソーシアムということで、一言でまとめると、地域の資源を活用して付加価値をたくさんつけて地域外に持っていくといったような図になっております。我々が最終的に今のところ目指しているところでいうと、地域コーディネーターになりたいなと思っております。我々の商品だけではなくて、鹿屋市、鹿児島県内の同じような食品メーカーさんの商品を一緒に持って行って、地域のものとして販売していくというような、地域のコーディネーター役を担っていきたいなというふうに思います。